51ピックアップコンテンツ、51静岡店紹介、51静岡店神山店長、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは神山店長、51静岡店のオーダースーツの話をよろしくお願いいたします。2014年にオープンしました静岡のベラジオです。51のスーツを取り扱う経緯としましては、工場直のとてもエレガントでクラシックなスーツに私は惚れ込みまして、取り扱いし始めました。やはり細部にこだわった職人技術がとても詰まってます。私も今日着てるんですけども、やはり着心地の良さ、そして51枚方で職人技術がとても反映されてる、このエレガントな肩の作り、そしてラペルの立体的な構造、こちらはやはり51ファクトリーの技術が私も惚れ込んで静岡で取り扱ってます。神山店長が51静岡店をスタートした時っていうのはどういう経緯でスタートされたんでしょうか？そうですね、僕は今37歳になるんですけども、やはり20代の頃からスーツが好きで、東京にセレクトショップで働いてたこともありまして、まあ、そのお店もやはりこうかっこいいスーツを扱ってたので、まあ、私が29歳の時に独立する際に、やはりこうセレクトショップとスーツを扱うお店をかっこよく作りたいなというところから51のホームページに至りました。今神山店長のお店に来られるお客様はどういった方が多いですか？そうですね、幅広く来ていただいてるんですけども、特に、まあ、経営者の社長様も多くですね、やはりこう普段からこうしっかりネクタイをしてスーツをお召しいただいているお客様がたくさんいらっしゃいます。普段あまりスーツを着ないっていう方なんかにも、はい、スーツはご提案されると思うんですが、はい、そういったお客様っておられますか？そうですね、今年も嬉しいことに成人式のお客様が来てくださって、まあ、その若い20歳の子だったんですけども、やはりお父さんお母さんがこういったもともと昔のクラシックなスーツを好きだったところから、こちらのベラジオに足を運んでいただきました。生地ブランドの話をお伺いしてもよろしいでしょうか？はい、こちらの春夏のカノニコの生地が本日入荷してきました。静岡店の人気アイテムとしましては、綾織のこういったソラーロといいまして、表生地と裏地が色が違うタイプがとても人気です。それではここがすごい51静岡店のお話をお願いします。はい、僕はお客様のスタイル、そうですね、サイズ感にこだわってまして、やはりオーダーっていうのは肩幅、着丈、袖丈、そしてこうウエストのシルエットで、パンツのラインっていうのが、まあ、僕はお客様がご納得いただけるスタイリッシュな仕上がりをするのが得意です。そういったアドバイスっていうのは、やっぱりこうフィッターによってかなりそのパターンオーダーの中でも左右するポイントとなります。例えば今日私もノータックのパンツを履いてるんですけども、まあ、ノータックででもこう裾幅にかけて、まあ、どういったテーパードしていくのか、ちょっとこうよりクラシカルなレギュラースタイルにしていくのか、さらに年齢によってもこう若々しく見せるスタイル、そしてちょっとこう余裕を持たせたスーツのラインですね、そういったものをこう綺麗に見せる技術を私は持ってます。神山店長の好きなスタイルを紹介お願いいたします。はい、まずジャケットの形とパンツの形を
さりげなく変えてます。まずジャケットなんですけども、体にフィットさせたオーダーならではのラインを見せるスタイルを作ってます。パンツはですね、少し前まではこうテーパードといってかなり細いスタイルを作っていたんですけども、今はですねジャケットとこうパンツのバランスをとてもこうクラシカルに見せるんですけども、サイズを少しこう変えてます。例えばですけども、ジャケットが44サイズでパンツは46サイズというとても履きやすいスタイルを組み合わせた作りをしているのがとても特徴的なスタイリングとなっています。最後に神山店長、お店の近隣すごい景色ですけど、この辺りどのような地域ですか？はい、静岡で景色も良くて食べ物も美味しいという場所になってます。本当に目の前が海で、西に見えるのが焼津漁港という、とてもマグロですとカツオが有名な場所となってます。左は伊豆もこちらから見える場所となってます。ありがとうございました。本日はありがとうございました。ありがとうございました。